じゃあ、始まりました。はい。はい、どうも。はい、どうも。みんな見てるかい？マサチョ長だよ。ああ、そう、マサチョ長くんですね。はい。はい。まあ、前回からずっとやってますので。ああ、そうですね、はい。今回ですね、ちょっとお詫びしたいことが。なんだって。あ、はい。非常にね、申し上げにくいことなんですけど。なんだよ。言ってみろよ。はい、あ、いいですか？はい、もう言ってみろ。これ、不思議の城のヘレンプラス。はいはい。いとこと雑談、ね、はい、雑談プレイ動画みたいな。不思議の変な変やったよね。そうですね。やって、僕やってよ。やりましたよね。覚えてるよ。うん。そうですね。僕やってよ。で、これ、はいはい、実はですね、プラス1ではなく、不思議の城のヘレン、フリー1だったんですよね。ちょっと待ってくださいよ！まさにそれ。ちょっと待ってくださいよ！そうですね、これは本当にね。あ、そうなの？もうなんとも。プラス版じゃなかったの？はい、言い返しようがないんですけど。マジで？はい。これちょっとした手違いでね。はーい。フォルダの名前はプラス版だったはずなんですけど。あ、そうなんですか。中身がね、なぜかフリー版だったというね。確かにね。なんで確認しなかったんだって感じなんですけどね。いいよいいよ。はい。すいませんね、ほんと。まあ、よくあることさ。あ。で、はい。で、今回はその、はいはい。あ、後ほどね、新シリーズとして、プラス版を縛りプレイしながら、エキストラダンジョンも探しながらね、そういうプレイをしていこうと思いますので。で、今回は新シリーズに備えて、その縛りプレイシリーズですね。それに備えて取らなかったアイテムを回収していくという。これアイテムを取っておくと、どういうことなの？場所がわかるってこと？あ、そうですね。まあ、どんなアイテムがあるかっていうのを一応ね、ここのフリー版でも、まあ一周目で全部ね、一応取っておこうと思ってたんだよね。で、まあ見逃してたところも、はいはい、気まぐれに行っていこうかと思ってますので。気まぐれね。はい、気まぐれでね。はい、はい、お願いします。あ、で、これね、ちょっと間違え、はい。はい。これ間違って、今回これプラス1起動しちゃってるかもしれないですよ。マジで？すいません。マジで？ちょっと見てください。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいね。あ、これプラス1起動してます。すいません。マジで？一回直します。やりましょう。すいません。はい。はい、フリー版に戻ってきましたので、はい、じゃあ、はい、早速コンテンツでお願いします、はい。これ前の僕のデータ、ね。そうですね。一番上かな。一番上ですね。はい。はい、あ、懐かしいね。そうですね。で、まあ、この上行っちゃうと、クレイス戦になってしまうんでね。危ない。危ない。じゃあまず、そうですね、じゃあ第6階層、あのヘレンの家に戻りましょうか。戻りましょうか。で、あの何が足りないかっていうのが、はい、多分わかると思うので。あの、拾っちゃうおじさんのとこ行ったらね、はい。帰りましょうか。じゃあ一回帰りまーす。はい。はい。私とはクイックヒールと、魔球ラレイで。うんうん。そうぐらいやな。あとなし、あと、スピードシューズ。ああ、そうだね。なんか書いてあったな。うん、はい。じゃあ、はい、第6階層に行きましたね。ね、で、じゃあ一回、拾っちゃうおじさんの、そうですね、おじさんのとこで、何がどんだけ足りないかみたいなね。この階層いけてますね。魔王城で2個と、ここは第2階層かな。第2階層で2つ。で、第7階層か。第7階層で1つということになってますね。で、一番近い第7階層からいきましょうか。行きましょうか。第7階層。はい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 。じゃあ、第7階層行きましょうか。はい。よいしょ。お、ザクマ寝とんね。ずっと寝っぱなしやな。うん、働けよ。ザック、そういうところあるな。で、まあ、その、フェニックスがいたところですね。ね、これ、なんで前、マサジョ君気づかなかったんだろうっていうところなんですけど。あ、その上ですね。違う。あ、この階層ですね。ここですね。そこ、フェニックス倒すと、行ける場所あるでしょう。はいはい。あそこ、高箱あるでしょう。え？あ、ほんまじゃん。気づかなかったじゃん、これ。え？そう。言われんと気づかなかった。じゃあ、フェニックス倒しましょうか。そうですね。ほら。撃ったか。うん。あ、こいつも体力が減ってないですね。あ、そうですね。ちょっと、クレイス、ラスボスのクレイスに負けて帰ってくると、HP のゲージが見えなくなるという。これは多分、あ、まあわからないですけど、プラス版じゃ治ってるのかな、もしかしたら。あれ。どうなんでしょうね。イエス。
やりましたね。勝ちました。はい。じゃあ、そのアイテム開封しましょうか。ここにあったんですよね。実はね。これは、読んだ記憶が。そうやな。あるんやけど。それ読んで安心しとったら。全然気づかなかったね、これ。そこにあるんですよ、アイテムが。後ろのなんかね、悟空が、フリーザ編で入っとったカプセルに似とあれ、色が似とるじゃん。あはは。言い訳させてもらうと。言い訳か。俺はもう、しゃあない。しゃあない。この注意力のなさを舐めてもらうと困る。魔球。ここに魔球ラレイが。ラレイね。あったんですね。HP 減りつつ攻撃できると。そうそう、HP、まあ。面白いね、これね。なんだっけ。そういうの、ファイアーエンブレムとかもあったっけ。なかったか。あ、なんかデビルアックスとか、ね。デビルアックス的な、ね。確率で食らうっていう。あ、確率かね。そうそう。まあそういう感じで。まあよくあるタイプのやつですよ。まあなんか捨てましょう。あ、ミスユーかな。まあ、キューラレギを取っておきましょう。でね、実はね、はい、その奥に実は壺あるんですよ。奥？その左から行く奥。あ、あるか。これ僕もなかなか気づかなかったんですよ、ね。スキャップが。あったんですよ。なるほど。じゃあ、ヘレンの家まで帰りましょうか。ああ、いや。美しくないや。はい、ホモンクルスに死んで帰ってきました。で、本棚あるでしょう。これ？はい。はい。加速の方がうまくできていた。これ読んでました？はいはい。読みました？はいはい。まあ、第2階層の図書室に隠してあるんですね、これ。なるほどね。じゃあ、第2階層に取りに行きましょうか。図書室わかりますか？あの本がいっぱいあるとこね。そうですね、あそこですね。あそこに行きましょうか。あるんです。本も提供欄な。そうですね。チンコ。よし。よう覚えてるな。そうめっちゃうろうろした。うん。ここっすか？ここですね。ここのどこにあるでしょうか？隠してある。ありますね。あ、ついでに本も読んでおきましょうか。これなんか、アイテム全部書いてくれたかな。そうですね。第2階層以下は全部書いてますね。まあ、ここは取ってますよね。グランベルジュも取ってますからね。第3階層に、マジックローブとスピードシューズ。マジックローブとスピードシューズがありますね。なるほどね。うん。んで、ここに、そこ怪しいでしょ？そこ、敷いてるでしょ？あ、そこです。そこにあったんですよ。クイックムーン。使うごとに、あ、まあ、使ったら、コードウェイトが全部下がるんですよ。いつ下がる？これでも使いにくい。まあ、使いにくいな。27か。え、これ、強化できますね。あ、そっか。強化したら、コードまでも下がっていくんで。27ぐらいまで。そうかな、もうちょい行くかな？わからんけど。まあ、ラレイエとかと組み合わせるとかなり強かったりしますよね。ああ。1でラレイエ打てるんで。なるほど。まあ、これですね。あともう一個あるんですけど。第2階層。そうですね。もう一個ありますね。これどこにあるんでしょうね。うん。まあ、それはね。あ、そう、ここにクソドエロ白書っていうのがあるの知ってますか？クソドエロ白書ちゃんと見てました。その横ですね。これクソドエロ白書があったんですね。ちゃんと見てなかったですか、これ。クソドエロ白書。実はクソドエロ白書があるんですよ、ここ。まあ、ここにはないんですけど。じゃあ、まあ、案内していきましょうか。はい、ですね。まあ、そこ入ってください。で、窓がいっぱいあったところがあるんやけど。窓がいっぱいあったところ。うん。この先ですか？うん、先です。隠し部屋に入って、そうですね。まあ見りゃわかるんですけど、その右やね。右。そこですね。この部屋、なんか怪しいと思いませんでした。ここ何もなかったんですね。確かに。そこ。そこね、これ、青い背景だったら気づかんないけど、あ、なるほど、ね、日が暮れると全然丸分かりで、日も差してないんですよ、光も。夜になると分かるんか。まあ、そもそも光が差してないんでね。あ、そっか。
それで扉やってことがわかるんですよね。なるほどね。うわ。なんでこれ。こうクイックヒーローがある。そうなんです。クイックヒーローも使いやすいですね。いいですね、これ。うん。何だかな ?10 か。まあ、レベル上げるとさらに回復量も上がるんでね。で、ここに、ここのは、全部取りましたね。いいですね。じゃあ次は、ま、魔王さん。あれ、ちょっと面白いとこがあるんでね。はい、ちょっと面白いっていうか、まあ、なんか変なとこがあるんで。そこ上行ってください。で、その左行ってください。ここ?ここの左行ってください。この上行ってください。左押してください。左。で、下行って、左。そこ。そこ抜けれるんですよ。この下。下行ってください、下も。下も行けるんですよ、これ。まあ、こんなとこあるんで。何なんだろうなーって。何ですか、まあ、ちょっとバグみたいなもんなんかもしれないですけど。ここなんか変な動きするでしょ。そこ。プップップップってなる。まあまあ、こんなとこがありますよ、という紹介です。で、次が、はい、どこだっけ第3階層か。魔王城やね。魔王城。魔王城で2つ取ったら、アイテムは全部回収完了と。いうことですね。じゃあ、魔王城行きましょう。魔王城よ、まあ、ワープで行った方がいいかな。うん。はい、町にやってきましたね。はい、あ、町で、蝶々の家から。あ、そうおる?ありますね。あ、そうです。ここいない、あ、そうです。ここもちょっと一応見ときましょう。で、ここをですね、実はね、あ、その、鍛冶屋に話しかけたら、鍛冶してもらえるんですけど、あ、ここ、新しいセリフになってるんですけどね。ここで、最後に一つ、これこそはという武器なんですけど、これ、渡したら、SS になって帰ってくるんですよ。どんなに弱いやつでも。あ、そうなんですか。最後は、多分そうなんですけど、絶対 SS になるんで、あ、ちょっと待ってくださいね。はい、で、実は、この、鍛冶屋でしか鍛えられない装備があるの、わかり、知ってますか?何ですか?アグニですか?いや、アグニは無理なんですけど、この星ついてないのに、うん、鍛えられなかった装備っていうのが一個あるんですけど、はい。それはパワーバングルなんですよ。はいはい。パワーバングルと、あとまあ、これから手に入れるマジックローブなんですけど、はい。実は星ついてないのに、ヘレンは鍛えられないんですよ。はいはい。でも、鍛冶屋だったら鍛えれるっていう、そういうのがあるんで、まあ、じゃあ、マジックローブ取ったら、期待に来ますか?はいはい。せっかくなんでね。魔王城にあります。魔王城にありますね。魔王城には、じゃあ、蝶々の家から行きましょうか。あ、なんか、ふわっと。そこじゃないですね。そうですね、ここですね。で、スピードシューズも、多分、一回見えてたと思いますよ。左ですね。左。ここ、あと上行ってください。上です。あ、上に、上に行ける扉があるんで。で、緑の扉開いてるでしょ。はい、そこですね。ああ、もう言って。うん。結構まあ、緑の扉さえ開けれたらいいんだけど。こいつもね。HP 見えんのはほんまは。これスピードシューズなんですよ。へぇ。ここにあったのね。これはかなり強力ですよ。マジか。スピードシューズは、持ってるだけで行動レートが1秒。絶対入りやすい。これは強い。めっちゃいいですよ、ね。これはかなり重要アイテムだね。では、変えてください。あ、そっちです。マジックローブ。マジックローブですね。マジックローブは、サイラスの間にあるんですけど。サイラス。それ、まあ、ブランドですね。下かな。下の左かな。ここですね。ここでまあ、ダッシュしてもいいと思うんで、多分。もう行けるんですか?多分。あ、魔王者おるか。うん。さっきおったな。何言うの?はい、で、その上の扉。うん。ここ一回来たでしょ?はい。開かなかったでしょ?
この図を調べました。多分調べてないと思うんですけど。たまには違う窓を開け。これどういう意味かというと、はいはい、このパソコンのこのウィンドウですね、はいはい。ウィンドウの別のウィンドウを開くとこ開くんです。実は。で、そのはずなんですけど、はいはい、実はこれメニューを開いても開くんですよね。なぜか。多分これウィンドウだけだったと思うんですけど、なぜか。わからなすぎる。いや、ちょっとわからんけど。いや、僕の記憶違いかもしれんけど。面白いな。その窓を、別のウィンドウを開くかと思っとったんやけど、なんかメニューでも開くのね。箱マジクローバルでね。これも強い。持っているだけでっていうアイテムは非常に強いですね。あのスピードシューズはこれ星ついてるんで、鍛えられないんですけど。でもなんか捨てて。マジクローブ取りましょう。はい。ここでアイテムは全部揃いましたね。あ、で、一応見てみてくださいね、能力も。はい、まあ。で、これ星ついてないでしょ。はいはい。パワーバブルも星ついてないんですよね。はい。で、これ今鍛えられないんですよ。できないでしょ。でもこれ、鍛冶屋だったらいけるんで。じゃあマジックローブ、鍛冶屋で鍛えに行きますか。そうっすね。あら。あ、そうか。サイラ様か。ああ、バグ。音楽。え？え？何が仕方なかった？まあ、そういう AI やけど。ええ、ええ、ザシャーって。めっちゃ変動してきて、音符来た。フェイントにも全く動じなかったな。いろいろドラゴンセブン。あ、あと、魔王城関連で、あるのが、下行ってください。下の魔王城の前の洞窟で、なんか怪しいと思ってたところあるでしょ。あそこ下、そこですね。そこ開かなかったでしょ。はいはい、そこをよ、その上の方をよく見たら、行けそうなところあるのわかります？その左の方。あ、ほんまに。ここ行けそうだろ。ここ行けるんですよ。で、その上行ってください。上に行けるんですよ。で、ここにスイッチがあって、スイッチを押すと、あそこは開くと。まあ、開いてもまあ、ただ近道なんですけどね。あれ？おかしいなぁとは。はい、ガチャリンコ。で、まあ、開くと。へ、これで、まあ、行き来が便利になるんですね。なるほどね。よいしょ。じゃあ、一旦ちょっと、捨て物小屋に、あ、拾っちゃうおじさんのとこ行きましょうか。で、ちょっと取ってきてほしいものがあるんでね。はい、火事。火事はその後で。はい。ディフェンス。はい、拾っちゃうおじさんのこれメッセージが多分変わるんでね。マジで。先生と同じように取れちまったなぁと。まあ、それだけなんですけどね。あ、そうで、あと、一個何か捨てて、一個何か捨ててください、じゃあ。で、ロングソード持ってきてくれますか。その上かな。それロングか。あ、ロングソードか。で、ロングソードとマジックローブ、どっちもちょっとセーブして、まあ、鍛冶屋の前でセーブして、はい、まあ、どっちも、試しにやってみましょう。はい。ロングソード実はすごい強力な武器なんで。へぇ、何か秘めたる力があるような気がするみたいに書いてたでしょ、はい、図書館に。まあ、一回セーブしてください、じゃあ。うん。で、セーブしたんで、じゃあ、はい、先にじゃあ、マジックローブ。マジック。やってみましょうか。はい。で、これマジックローブ、渡したら、SS がまあ手に入るんですけど、はいはい、これ1って書いてあるでしょ、なぜか、はい。なぜかね。これちょっとなぜか1なのに SS なんですよね。ちょっとおかしいんですけど、まあ、多分これ SS が手に入るが正常なんで。なるほどね。で、マジクローブはプラス1から次 SS なんですよ。うん、そういうアイテムなんです。6以上。うん、これめちゃくちゃ強い。めっちゃ強いですね。まあ、ロングソードの強さの方がとても驚くと思うんで、うん、でロングソードも見てみましょう。はい、で一回消しますね、はい。で、ロードしましょう。でロングソードも鍛えてみましょう。
はい、ここですね。攻撃力19だったんですけどね、3の時は。はい、SS ですね。まあ、3から SS になると。やばいでしょ、これ。これめちゃくちゃ強いんですよ。ロングソードはめちゃくちゃ強い武器なんで、まあ、これを利用すると、まあ、その縛りプレイでも役に立つだろうと。で、まあ、ミスリルやうんこじゃない。そうだよね。まあ、ロングソードは、SS はちょっと、使わないようにするのも、多分面白いと思うんですけど。で、まあ、完全に HP 縛りとかにすると、多分 SS 使わずには、越せないかな。ソード並みに強いね。まあ、ドラゴンソードと一長一短って感じだよね。ちょっと、ロングソードの方が軽くて、攻撃力が低いって感じだね。まあ、そういう感じですね。まあ、本当ね。で、多分大体、その、前気づかんかったところは多分、いけたと思うので。楽しみだ、僕は。ヘレンというものだけ。多分ね。ことなく堪能したらな、僕は。多分ね。まあ、まだエクストラダンジョンがあるんですけどね。クラスなんで。じゃあ、ここで、この辺でね。アイテム回収終了と。アイテム回収会は、はい。拾っちゃう。クソアイテム。拾っちゃう終わりしますか。もう拾うこともな、新しいもの拾うこともなくなった。そうですね。拾っちゃう臭いやろうと。でもヘレンちゃんが捨てたやつ全部拾いますからね。バカみたいな。バカじゃないでしょ。ありがたいでしょ。拾っちゃう臭いやろうが。はい。本日はアイテム終わり。そうですね。アイテムの回収は全部終わりましたね。はい、いいですね、はい。なんかやっぱ取る難しいやつほど強いのが多いっていうか。そうだね。クイックヒール、マジックローブ、スピードシューズあたりは。めっちゃ強い。めっちゃ強いですね。あれはかなり強いそうですね。本編で見ましょう。めっちゃそれはダンジョンで余すことなんですけど。そうですね。はい。ぜひ。まあ、次は、プラス版を、縛りプレイしながらエキストラダンジョンを探すという、はい、予定なんでね、はい。それじゃあ、今回終わりです。はい。それじゃあ、じゃあ、また見てくるよな、アリーベデルチってね。いいっすね。いいっすね、これ。いいっすね。